スカーズ所属のしなみです。こんにちは、ゼータディビジョンのアルフです。そうですね、決勝に来ていつも優勝できずにいるので、今回こそ優勝したいと思っています。決勝にとりあえず進出できて嬉しいです。この今回はその4連覇かかっている大事な試合なので、決勝に上がれて嬉しいです。ゼータディビジョンは、まあ、そのハンター、サバイバーともに、まあ、トップレベルで、まあ、ただどこかしらで崩さないといけないので、しっかりそこを狙って、まあ、常に安定させつつ、どっかで崩して勝ちたいと思っています。どのチームが上がってきても僕たちのできることを精一杯やって勝つだけなので、頑張ります。今日はスカーズのみんなで優勝トロフィーを持ち上げに来ました。そして美味しいご飯を食べて、みんなで笑い合いたいと思います。そうですね、もう4連覇のお祝いでもうお店を予約してるので、まあ、さらっと買って食べに行きたいと思います。